格闘技ファンの皆様ごきげんよう。本日はブレイキングダウン 9.5 へ寄せられた声や、サトル選手が驚きの発言をした件を見ていきます。前回の大会で大阪喧嘩自慢の一員として戦ったシェンロン選手。負けてしまったものの、そのルックスと発言の面白さから、一躍人気選手に。そんなシェンロン選手は、アンポルキア選手の弟子ジョリー選手が、前回のオーディションでバカにしてきたことがきっかけでバチバチの関係へ発展し、対戦要求。これにはジョリー選手が、俺は戦いたいやつがおったら相手に合わせる、例えば俺の適正階級が65で模型の助の時には74kg に合わせるために 9kg プラスでやった、不利と分かっていても俺は体重増やしてやったよ、お前が戦いたい舞台ってブレイキングダウンやんな、ほんなら戦いたいやつの体重に合わすのが筋ちゃうんかと対戦要求にアンサー。最後の体重調整まで進んでいたようですが、突如ジョリー選手が X を更新。そこではキックルールにてシェンロン VS ジョリーの試合が決まっておりましたが、僕が練習中の怪我により眼下低骨折となり現在入院中、また手術が必要と医師から告げられたため欠場せざるを得ない事態になりました。星野さんとのスパーリングの中で後ろ回し蹴りを強く被弾してしまい、そのまま救急車で運ばれ、そこから現在に至るまではほとんど記憶がありませんと投稿。残念ながら試合は流れてしまいました。ただ急遽穴埋めとして朝倉未来選手の YouTube にも登場したことのあるレオ選手が、俺が代わりにシェンロンをしばくと対戦表明し、急遽試合が決定。記者会見でも会見前から暴れる様子を見せるとバチバチの煽り合い。これには同じく大阪チームの下ミシュラン選手は、18歳のガキはやっぱ本ちゃん仕掛けられたら対応もできへんしひよってまうよな、爆笑と煽り、圭之助選手も大変危険なんで着席くださいと一言。萩原選手もブレイキングダウンの記者会見見てる方はめっちゃおもろいねと称賛。また樋口選手もやっぱりシェンロン選手おもろい、期待を裏切らない、明日はレオ VS シェンロン、外ヘボ VS ラージハイ楽しみと連投するなど、古参の選手からもシェンロン選手の活躍に期待しているようでした。また溝口さんもナンバーシリーズ以外の会見で最も荒れた会見であったと思う、今回カードが弱いという声もあったと思うが、今回の会見を見た人は大会が楽しみだと思った人も多いのではないかと発言するなど、運営としても大成功だと感じたようです。シェンロン選手もあいつは大阪で一番強いと自分のことを言っていた、そう言ってしまうところが世間知らず、俺でも600番台世間を教えたる、これは厳しい。そんな注目が集まった試合ですが、3ラウンドでカーフでギリギリダウンを取りかけるシーンもありましたが、結果ドクターストップでシェンロン選手が勝利しました。戦ったレオはまだまだできるよと感情爆発の声を残しておりました。そして試合後、レオ選手はドクターからも、これは厳しい、骨が折れている可能性が高い、目がこれからパンパンに腫れると思う、明日病院に行って CT 取って手術するかわかるとコメント。また溝口さんも、レオは僕に近いこともありコネとかいろいろ言われてかわいそうだったけど、前回の西島くんとの試合や今回のシェンロンとの試合を通して自らの力でブレイキングダウンファンに相応に受け入れられたのかなと、試合後救急車で運ばれていくほどの状態にもかかわらずまだ戦いたかった、止めてほしくなかったと言われたと、最近ではジョリー選手も目ん玉が落ちないように手術をしたと言っておりましたが、救急車送りになるほど深刻な怪我を負ったようです。またこの試合以外の声も見ていくと、かつて対戦相手を椅子で殴りつけるという流血事件を起こしてたける選手からも、子供たちが見る影響を考えてほしい、何もわからない子供たちからしたらあれも格闘技だと思ってしまうし、それがメディアで放送されることで正しいものだと感じると苦言されるほどの事件を起こした久保田選手。ツイッターでは、久しぶりのブレイキングダウン、代役なのか何なのかは正直わからないけど、また呼んでいただきありがとうございます、断る理由がない、お待たせ、みんな嫌いな久保田また帰ってきちまったよ、ところで相手のこの人は誰ですか、82キロは草、誰より強いとか弱いとか楽勝とかいろいろみんな言ってくるけど、違う違う、勝つのは大前提として自分の色を見せるのが大事なんよ、ところでみんな教えてくるんだけど特攻隊ってなんと連投し、朝倉未来選手が過去所属していた暴走族の特攻隊長を挑発しておりました。すでに事件から時が経ち参戦の機運が高まったのかもしれませんが、今後も出場し続けるのか気になるところです。なお大会後には溝口さんが、試合後シェンロンたちとも話したけど、彼らと話してブレイキングダウンは原点回帰すべきかどうかの答えをつかめた。
彼らにとても感謝の言葉をかけられたけど、むしろ我々がいろいろ教えられた気がする。いろんな気づきもあったことで、ブレイキングダウンは絶対に楽しんでもらえる興行にできると確信してる。だから23日はぜひ開けておいてほしいかな、と投稿。また、朝倉未来選手も面白かったと満足したようです。最後にサトル選手の話題についてです。ブレイキングダウン7にてテル選手との対戦が決まっていた。サトル選手ですが、次回大会のオーディションに応募していたことが公開。動画の中で、サトルさんは、まずはじめに、ブレイキングダウン7、連絡もしないで急遽試合をドタキャンしたことを、この場になり、申し訳ありませんが、謝罪をさせてください。溝口さん、朝倉さん、ブレイキングダウン全スタッフの皆様、自分の身勝手で軽率な行動で、多大なご迷惑をおかけしましたことを、本当に申し訳ありませんでした。皆様に、侮辱するような行動をしたと、本当に深く反省しています。と身勝手な理由でスタッフや関係者に迷惑をかけたことをまずは謝罪。続けて、もしよろしければ、ブレイキングダウンのオーディションで、皆様がいる場で直接溝口さんや朝倉さんに、ブレイキングダウンのスタッフの方々や、対戦相手だった、テルに謝罪をさせてください。と、今回オーディションに応募した理由について明かしておりました。当時は朝倉未来選手も、個人情報なので、あまり詳しくは言えませんが大丈夫のようです。ただ、運営自体は連絡が取れていません。彼が誠意を見せれば分かりませんが、このまま何食わぬ顔で出られる場所ではないです。と謝罪なしでは許さないとコメントしておりましたが、この意外な行動に真剣さが伝わったのか、瓜田さんや朝倉海選手もオーディション参加に賛成していました。なお、この行動に SNS では、樋口選手からは、ラッパーサトル君戻ってきたか、やってしまったことは良くないが、魅力的な選手だったし、俺はまた見たい、との声や、ポーランドの四角さんも、サトルどうしたの？弱気になるのらしくないな、と声も多く集まりました。そしてかつては、YouTube でコラボすると、関係性があったノッコン寺田さんが、Twitter を更新。そこでは、サトルさんから、なんだよ、豚野郎、きったねえ顔面で俺のサングラスかけやがって、二度と連絡してくんな、豚が、と日本に帰国しそうなサトルさんに対して電話をした後に帰ってきた返信を公開。これにはノッコン寺田選手は、サトル、俺は傷ついたよ、傷もんだよこんなの、とここまできつく言われるとは思っていなかったのか、心境を吐露。加えてファンから、絶対原因これやろ、ノッコン寺田 YouTube より、とかつてサトル選手と交際していた彼女を呼び出し、お前の女食われたぞとネタにするような動画を公開したことがありましたが、この投稿を賛同したのか、リツイート。サトルさんも珍しく動画で謝罪しているところを見せておりましたが、かつて失踪直後にも、俺の邪魔をするやつは絶対に許さねえ、と投稿。やはりいくら一度 YouTube でコラボするなど仲が良かったノッコン寺田選手でさえも、自分を裏切った人は許さないと今後の対応は厳しいものになるかもしれません。以上、今回はブレイキングダウン 9.5 試合結果等へ寄せられた声をまとめてみました。ぜひ今回の試合結果への皆様の感想もコメント欄で教えてください。次の動画では朝倉未来選手の注目発言についてお伝えする予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。なお、今回の動画が良かったら高評価ボタンを押してくださり、通知ボタンもオンにしてくださると励みになります。以上、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。別の動画でもお会いできるのを楽しみにしております。